4月14日から16日までタワーホール船堀で第35回日本観賞魚フェアが開催されました。この催しは江戸川区が金魚の名産地ということから平成4年以降区内で開催されています。はい、じゃあ2000円で入るわ。会場には品評会やコンテストにエントリーした金魚や熱帯魚などの水槽およそ520点が並び、多くの来場者でにぎわいました。金魚、最終日の16日には表彰式も行われました。出品の魚を見ますとすごく過保護なくらい、愛情を注いで大事に育て、見るからにそういうのが分かります。まだあと半日ありますので、ぜひよろしくご鑑賞のほどお願いいたします。今年も大変盛大に開催することができまして、本当にですね、嬉しく思っているわけであります。今拝見をしたんですけれどもですね、相当大勢のお客様がお越しでございまして、いかにこの金魚あるいはですね観賞魚が皆様方にですね大変関心を持っていただいているかということがよくわかるのでございます。これからもですね、日本の伝統文化と言ってもいいと思いますが、金魚をですね大事にして将来にわたってですね育て、また盛んにしていきたいと、このように思いますので、よろしくご協力もいただきたいところでございます。4月16日、挨拶に続き各賞の表彰が行われました。江戸川区の大切な文化、そして誇りである金魚、優雅に泳ぐこの美しい姿をいつまでも守っていきたいですね。